皆さんこんにちは。スタジオクオフカチャンネルです。今日は株式会社ブレーメンより出版の湯葉さつき監修複数巻オカリナ用楽譜シリーズの模範演奏とプチ解説動画第3弾です。今日ご紹介する曲はフランチェスコ・サルトーリ作曲の Time to Say Goodbye です。この曲は歌手のアンドレア・ボチェッリさんとサラ・ブライトマンさんのデュエットで歌われているのがすごく有名ですが、私のファーストアルバムストラーダにこの曲を収録していて、毎回コンサートのアンコールでこの曲を演奏していたぐらいとてもお気に入りの曲です。先ほどのお二人のデュエットのバージョンでは最初の部分をアンドレア・ボチェッリさんが歌われて、途中からサラ・ブライトマンさんに変わられる構成になっているので、私もバスの C 管とアルトの C 管をそれぞれのお声に見立てて演奏をしています。バスのトリプル買ったんですけど、どの曲がいいですかねってご相談された時に真っ先におすすめするのがこの Time to Say Goodbye です。オカリナは人の声に近いと評価されることもあるので、歌詞のある曲もとても合う楽器だと思うんですけど、この曲は特に素敵なレパートリーになるんじゃないかなと思っています。前回もお話ししましたが、もちろん楽器は C 調のものであればアルトでもバスでもどちらかだけでも全く問題ありませんので、お好きな楽器で演奏してみてください。はい、それではまずは模範演奏をお聴きいただきたいと思います。今回もこの楽譜のために作られたカラオケ CD を使って演奏をしておりますので、皆さんもよかったらカラオケに合わせて演奏してみてください。それではどうぞ。
いかがだったでしょうか。この曲は比較的ゆったりとした曲なので、テクニック的には比較的吹きやすい曲に入ると思うんですが、イントロ明けの部分とかは特に伴奏のピアノの音の数が少ないので、マイペースに吹き始めてしまうといつの間にかピアノはもう進んでしまっているとか、逆もしかりだと思うので、どの曲にも共通していると思うんですが、こうやってカラオケと演奏するときは前奏の部分で自分がお休みしているところもしっかり伴奏の音を聞いてリズムを体の中に取り入れてからメロディーに入るようにしていただけるといいかなと思います。この曲で一番大切なのは最初から最後までたくさん出てくる2分3連の音符だと思います。やはり陥りやすいのが、首の差での解説の時に同じように3連符のことをお話ししたんですが、今みたいな印象だとやっぱちょっとね、可愛らしいというか軽い印象になってしまうと思うので、このように一つ一つ手ヌートをしっかりつけて演奏していただけるといいかなと思います。そしてこの曲はシャープが2つ3つとついていく曲ですが、2巻目のねシャープの指って結構難しいんですよね。特にファのシャープはこの薬指だけパッと開けなきゃいけないので、慣れないうちはファのシャープ出てくる曲やだって言われる生徒さんも多いんですけど、皆さん思い出してみてください。きっとオカリナを初めて持った時、ドレミファソラってこの薬指で開けるの大変だったはずです。でもきっと今は自由自在に上げ下げができるはずなので、右手の薬指も慣れれば絶対上がるようになりますので、最初難しい時はミとファのシャープをこうやって往復したりして部分練習しながらぜひマスターしていただきたいなと思います。だんだんと曲の難易度も上がってきますので、もしご質問とかご不明なところがあればコメント欄に書き込んでいただければまたお話ししますので、ぜひ挑戦してみてください。この楽譜と CD、そして模範演奏のアルバムの詳細は概要欄に書いておりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。それでは次回はクライスラーの愛の喜びの模範演奏とプチ解説を行いたいと思います。ただこの曲実は楽譜の販売が終了してしまっておりまして、現在はお買い求めいただくことができないんですが、すでにお持ちの方もいらっしゃると思いますし、たくさんねこの曲を挑戦してくださっている方ももういらっしゃるので、同じように模範演奏とプチ解説の方はさせていただきたいと思います。楽譜をお持ちの方もお持ちでない方もぜひ参考にしていただけたら嬉しいなと思うので、よかったらご覧ください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。